はい、どうも、ワドツです。2019年1月の13日日曜日8時22分朝ですね。ディスってください。子守歌にします。間違えてさっき通常枠やっちゃいました。キツネの皆さん匿名なんでディスりまくってください。よろしくお願いします。おやすみ。ノーブロックでいきましょう。常一号さんイケメン。いや、ディスって。キツネ二号さんかっこいい。キツネ三号さん通知うざすぎ解除したじゃあね。キツネ四号さんどれにコメント珍しいな。キツネ一号さん勝ちいい。キツネ五号さんイケケケ。バド監督さんディスってください。米印ツイッターのギアカウントに注意してください。キツネ2号さん今日は、いや、かっこいいとかじゃなくてディスって。今日調子悪いの。囲わないでください。ディスってください。お願いします。ディスってください。なんだろうな。キツネ6号さんそろそろ終わるね。ふまっち。キツネ4号さん終わってんじゃないかな。キツネ1号さん総状態だね。ちょっとね、よくわかったね。キツネ2号さん動いてください。ワド監督さんディスってください。米印中ツイッターのギアカウントに注意してください。キツネ1号さんメガネが素敵。いや、ディスって本当にやめて。囲わないで。ディスられたい気分なの。ディスってほしいんだよね。囲いコメントやめて。キツネ5号さんのんちゃんのケツはまるでダイヤモンドやで。ダイヤモンドやで。キツネ2号さんメガネ100頭100均じゃない。なんだっけ、アルークっていう6000円ぐらいだったかな。5000円だか6000円だか安物メガネ。キツネ1号さんヒゲがかっこいい。キツネ7号さん胸毛が汚い。いいね、7号さんいいよ。いや、もっとディスって。ディスりまくってください。投げね。キツネ一号さん声が素敵。やめて一号さん。キツネ二号さんより目。いいよ、二号さんいいよ。ありとあらゆる僕の悪口書いてください。キツネ一号さんイケメン。やめて一号さん。キツネ1号さんかっこいい。やめて1号さん、本当に。ここはディス枠だから。ディスってなんぼだから。キツネ8号さんナルシスト。いいよ、8号さん。キツネ4号さん昨日のファンタスティックで強行なると思った。いや、そう、よくわかったな。すげえな。キツネ5号さん、そうなんだよ。ファンタスティックってこうなるんだよね。すげえな。よく分析。いや、そう、この人すごいわ、4号さん。そうなんだよ。ファンタスティックってドーパミン出るから寝れなくなるんだよ。いや、正解だよ、正解。タワクにコメするから分かりやすい。いや、寝れなくて、で、寝ようと思ったんだけど、やっぱ無理だわ、つって。寝るときに誰かの枠見ながら寝落ちするとかよくやるんだけど。キツネ1号さん、かわいい。キツネ1号さん、イケメン。よく分かる。4号さん、すげえな。キツネ1号さんかっこいい。いや、もうマジでやめて。ディスられたい気分なんだって。マジでやめて、本当に。ディスって。キツネ10号さん誰がファンタくれたんですか。いや、それは言わないよ。キツネ1号さん素敵。キツネ9号さん絶対死んでも言わないよ。ワドさんの掘りたい。なんで俺がスポンサーの匿名投げてくれたスポンサーの名前言うんだよ。もうああいう人のおかげで命からがら。もうでもやばいよ。また収入1000円とか2000円とかになり始めたからね。本当にもう
もう何が何だか分かんねえな、ほんと。いいんだか悪いんだかね。まあいいよ、もう金のことはいいんだよ。もキツネ2号さんフォロワーランキング晒しう。いて。や、絶対さらさない。キツさらネすとクレー11ム来号る。さん死んでねえとかガキかよわらわらわ寝られなわらいんだよ。わらわら。キツネ10号さんノンラブ帰ってきいたや、のノンラか。ブ全然コメントキツ書いネてない12よ。号さんトレーニングしないと。キトレーツニンネグやってるやっ13てる。号さんなんでハゲで顎なしで寄り目で鼻曲がりなの。病気キだツから。ネ14号さん確定申告するんだよね。キツアネンチ1コメ号ント書さいんた、知アンチコ的メンでト。かっこいい。やめて、1キツ号ネさん。15号さん消費税増税について教えて。いや、わかんない。キツネ13税号金上さがんじんゃなないんの？でハゲなの。わかんない。遺伝子じゃないの。キツネ1号さんイケメンすぎる。1号さんがほんと空気読めないな。すキツネげえやだ。12号さんハゲ。いいよ、そういうコメント待ってた。もっと書いて。いっぱい書いて。アンチコメントいっぱい書いて。キツネ1号さんかわいい。やめてって。キツネ9号さん滞納分バドさんのケツ穴を掘りたい。キよツくネわかん1ない。号さんイケメン。キツネ16号さん石野から夜明け前が一番暗い。かっこキツいい。ネ2号さん1ブロックしいや、ろ。1号ブキロッツクネだよな、ほん11と。号さんお前より目だからいつもピントずれてんだぞピンわトらずわれらてわんら。のかな。キツネ13号さん100万は返したのか。キツネ12号さん脱税。キツネ18号さんふわっちポイントって何に使えるの？換金できるの？お金にもキツネ変えら1れる号さし、んかっこいい素ウェブ敵。マネーとか、アマゾンギフト券とか、延長チケットとか、要はフワッチの延キ長ツネ代と1か。号さんイケメンが止まらない。キツネ12号さんなるし。何にでも変えられるよ。お金にも変えられるし。キツネ1号さん知的でイケメン。キツネ9号さんかっこいい。キツネ1号さんかっいや、こ囲いい。い増えちゃったキツね、ネ11号号さんの素せいで。敵。キツネ17号さん監督とかいい笑よ、わせん17だ号よいいわらよ、わいいらよ、わいいら。よ、17号もっと書いて。キツネ12号さん弾丸塾どうなったんいいだよ。ね。キツネ14頑張れ号頑張され。んふわっちポイントはすべて課税対象です。キツネ1号さんかわいい。かわいい。イキツネ1号さんイケメン。ケメン。キツネ1号さやん素めて、敵。ほんと。ディスってキほツしいネわけだ12から。号さん三つまたまた3配信しないやんけ。ミオさん、やるやる。やるよ。ただ、スケジュールがちょっと噛み合ってないだけ。キツネ9号さん掘りたい。やるよ。大丈夫だよ。キツネ2号さんイケメンではない。いいよ、2号さんいいよ。そういうのいいよ。キツネ4号さんイケメンがリスなんだよ。キツネ11号あさんあ、山手通深いりな。全力疾走とか迷惑だと思わんの？キツネ2号さんブサイクでもない山そ手れだ通け。りランニングしたらダメなの？山手通りランナーめちゃめちゃいるけど、なんでキダツメなネの？ 12号さんナルシストで気持ち悪 い。ちょっと待って待って待って、山手通り別にランニングランナーめちゃくちゃいるからね。ランナー、なんで山手キツ通りネ走1って号何さがん気悪いすんだるよ。ところがない。どういうこと？それはさすがにおかキしツいネでしょ。12号さん最弱和道。弱いね。春うらら。キツネ18号さん換金アイテム半分持っていかれるのはちょっとやりすぎだよね。マージン20%くらいにしてくれるとツ舐イめるキャスは方もね、気持ちいいけ70%だどね。ね。キマツージネン1970、号さんテねルチは、ャンピ手ン数より料はマシ。30%だキツネ11号さん全力疾走はダメだろ。キツネ20号さん確定ね。申全力告は疾税理走士ではにおない願いけしどてるね。の？キツネ15号キロさん天30才分、ボク5キサー。ロ33キツネ分だ21から、号ジョさギんング今でしょ。年こそは確定申告しろよ。うん。キツネ19号さんテルチャンピン。ついに埼玉の借家出るってさ。キツネ12号弁さん当空ブロッ気読クんだで負よ。けてね。キツネ22号さんなあ浜にぬあらやしゅは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はホヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタナ。キツネ22号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はホヤナはタフカヤナカワカノアアヒイテユムカ飛ズばヨないシのはに閲ユ覧ナにユ連は勝すタるバ配ルヘ信タ者のフ気持ヤちわハかりタナますタか？ナわかんフないっナす。ごタめんナなさい。全キくツわネかんないっ4号す。さん今日は投げてかねえね、よ閲敗覧残にと念。かになったことキツない。ネ22号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウ
べいかつあきけかけうざるみひはたふあかやぬみへたなつぬひなは夏はおやなはたふかやなかわかなあひゆかずよしはゆうゆなゆはたばるへたふやはたゆはふはなたなたはふなたな。ゴミ監督ね。常1号さんかっこいいが止まらない。きつね19号さんてるちゃんぴもついに仕事を考えてるって囲い離れて金ないみたい。キツネ24号さんアイテム飛ばないのに閲覧2で延長する配信者の気持ちわかりますか。キツネ12号さんゴミ、キツネ1号さんイケメンが無限大、キツネ12号さんテルチャンピンザマー、キツネ25号さん中身のない男わら、キツネ26号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はオヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタナ。キツネ26号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はオヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタナ。キツネ19号さんテルチャンピオリスナーとのオフパコ22以上だって。キツネ23号さん26ブロックして。キツネ27号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はオヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタナ。キツネ1号さん天才アクセサリー職人。キツネ12号さんキッチン強すぎ。キツネ28号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はオヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタナ。キツネ28号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はホヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタナ。キツネ28号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はホヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタヌア。キツネ28号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はホヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタナ。キツネ28号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はホヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタナマ。キツネ11号さん心霊寝れとか病気わら。キツネ28号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はホヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタナ。キツネ28号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はホヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタナラ。キツネ1号さん天才旅行団。キツネ23号さんなんなのこれわらわらわら。キツネ28号さんのアハマニヌアラヤシュは無名無縁ルホヌツナスケタオクフソヒノトウベイカツアキケカケウザルミヒはタフアカヤヌミヘタナツヌヒナは夏はホヤナはタフカヤナカワカノアヒユカズヨシはユウユナユはタバルヘタフヤハタユはフはナタナタはフナタナ。終わった。はい、お疲れ。さよなら。シルバーアクセはシルバーアクセは今休憩中。三松さんがフォローバしてくれないのは放送で文句言えばいいじゃん。三松さんの放送が始まったら嘘つきって言えばいい。嘘つきって、
俺に言われたもんね。滅ばしてくれるって言ったじゃんって。なんで俺にクレーム言うの。今そう状態だね。ちょっとやばいね。よくわかったね。ちょっとやばいね。ぶり返しの鬱が怖いよね。そうだから寝れないんだよね。17時間ぐらい配信やってる今。うん、やばい、寝れない。あー、さっきの放送で分かったんだ。例えばどういうところで分かんの。俺ね、寝る前に寝れなくて気づくんだよね。なんか楽しんじゃう傾向にある。目と話し方が違う。例えば目はどうなってんの。いや、さっきも他の人に言われた、4号さんに言われた。さっきファン上がってないよ、テンションね。クールダウンさせたよね。声はいいかな。本当上がってない。まあ、うん、楽しいんだよね。まあ、躁うつ病の典型的な例だよね。ほんと無敵感っていうか、世界で一番幸せなのは俺だみたいな。その後に世界で一番クズは俺だにぶり返すんだよね。病気だよな。まあ、ごめんね、34号さん。こんな顔でごめん。すごいそれが出てたんだ。でもさ、23号さん、まあ23号さん冷静だと思うから聞きたいんだけど、配信的にはそう状態の方が面白くない？リスナー的にはどうなの？リスナー的にはそう状態の方が手応えはあるんだけど、ドーパミンが出すぎて、アドレナリン出すぎて寝れないんだよね。どうなんだよ。オムライス食べてる。どちらも楽しいんだ。ありがとう。いや、辛いよ本当に。今ね、想像体の時にヘマするんだよ俺は。まあね、話さないとね。そうだね、33だよ。33歳。28号はことかくっそ面白いじゃんそれすげえ面白かった。これがコトカだったらくっそ面白いよね。うん、あ、でも石川紀之さん狐枠でアンチコメント書きまくってるらしいよ、3倍目ヒカルくんと。なんかね、配信者はね、結構ね、和道の狐枠でアンチコメント書きまくってるってすげえ言うね。紀之さんも書きまくってるらしいよ。28号さん紀之さんかもしんないよ。でも、ことかだったら面白いな。うん、なんか統合フェスに出た時に、和道さ、あの枠どうだったよねとか、
あ、和道さん、あの時の枠が、とか。やったら、なんか、のりゆきさんが詳しいの、俺の配信のこと。で、なんでそんなに僕のこと知ってんですかって聞いたら、キツネ枠でアンチコメント書きまくってるに決まってるじゃんって言われた。結構ね、のりゆきさんチェックしてるっぽいよ。本当にね、詳しかったから。しかも結構最新の枠だったね。ヒカルくんとか、ヒカルくんも見てるって言ってたね。アンチが多いの魅力。おはよう。まあ、叩いていい人みたいになってるからね。何にも知らなくてもぶったたいていい人みたいな。どうなんだろうね、お父さんね。まあ、配信者が書いてる率高いのは知ってるよ。だって俺のことディスってる配信者が多いってことはチェックしてるってことです。タチスロ三昧の、金梅さんは俺の枠そんなに好きじゃないと思う。絶対に見てない。金梅さんがハマるような感じじゃない。絶対見てない。おー、いいね、花火ちょっと投げたんだ。さすがイサババ。おはよう。結構でも配信者の人見てるね。まあ、なんか嫌いなんじゃないの、多分。本当に同業から嫌われてるの。もともとだって板場ばあさんってドレさんの囲いだからね。仲直りしてよかったじゃん。おはよう。ドレさんは、いや、ドレさん普通にコメント書くよ。てか、ドレさんは監視全然してるって言ってたもん、アンチやってる頃から。ドレさんはずっと結構潜って見てる。で、ニコ生の頃から見てるって言ってたもん。だから、なんか、あの、低燃費にキスした時とかずっとロムってたらしい。俺はお前のこと昔から知ってんだよとかよく言うもん。ドレさん、野田とかさ、みどりさんとか橋本くんとか暗黒系嫌いなんだよね。うなは書いてない。うなはね、俺の監視対象外だね。この前のポトフ何入れたっけ、覚えてないな。変わり種は鶏肉と舞茸かな。どれは和道眼中にないっていう。まあドレさんうまくいってるからね。眼中ないでしょ。ていうか俺のことライバルしてるのなんか今いないよ。赤木も入れたね。だってね、花火上がってないし、枠もかそってきて 5,60 人しか集まってないし、誰も相手にしてないよ俺のことなんか。ただね、ちょっと牡蠣は危なかった。やっぱりやめた方がいい。牡蠣は入れない方がいい。牡蠣はダメ、危ない。
あ、もうなんだろう、死んだ犬だから、死んだ犬。ああもう無理でしょ。オワコン完了だよ、アンチの勝ちだよ。あとはなんだろう、もう本当にアンチすらもいなくなって、なんだろう、本当に好きな人だけ残るんじゃないの。悲しいけど終わっていくってこういうことだよ。エセアカになっていくんだよ、エセアカに。エセアカ待ってろ、今行くから。エセアカのところにもうすぐ行くよ。おはよう。さあキツネやんないだろうね。四流芸人にいじられてヘラヘラしてたね。誰四流芸人って。走った後は風呂入れ。はい、頑張ります。おはよう。はい、おはよう。手頃辞退するなよ。うん、もう最後。いや全然眠くない、全然眠くない。なんか今日寝れなさそう、なんか昼ぐらいまでうだうだしそう。これ多分30時間ぐらい寝れないパターンだと思う。多分ちょっと想定反応を起こしてるね。まあ今日予定ないからぐっすり寝ればいいけど。キャスから逃げないで。あ、キャスも全然やるよ。うん、逃げてないよ。おお、よ、ん？大柄？よ、ん？横柄な配信を変えたら花火やるよ。横柄？あとドレさんの枠、お前の米はクソつまらん。すいません、控えます。すいませんでした。王兵、王兵な配信。うん、なんだろう、王兵どうすればいいんだろう。敬語を使えってことかな。どうなんだろう。公平な態度。うん、でも公平な態度取らなくなったら多分本当に終わりだろうな。多分なんだけど、礼儀正しくて謙虚にやったら花火は上がるけど、その花火投げてる人も1ヶ月持たないと思って、多分すぐ離れていくと思うけどな。ステゴロ1から出てるの3人だけじゃない。ヒカルくんと俺とミヤビじゃない。
寝れないんだよね。実力はないんじゃないかな。なんかあんまり自分で昔若い頃っつうか3年4年ぐらい前は俺は喋れるぜみたいな、なんかなんていうのかな、俺はできるんだ、大手になれるんだって思ってたけど、青花火ありがとうございます、本当に思ってたんだけど、なんかね、やっぱり実力ある人はまあよっさんとか金梅さんとか見てて、やっぱ閲覧も花火も両方手に入れるし、まあテルみたいにとことんなんかアイテムもらえるし、なんかそういう感じじゃないかな。難しいよ。だからなんていうのかな、今のさ結果が俺の実力なんだと思うよ。ねえ、嬉しいね、ありがとね、42号さん感謝です。寝る時間は全然決めてない。ほんと寝たくなったら寝て、起きたくなったら起きるっていう、そういう感じだね。あって何、42号さんどうしたの。あなんかたまにいるんだけど、そのあって書く人何なの。まあだってさ、テルと出会った時まさかこんなにうまくいくとは思わなかったもん、正直。あー、アイテム上がらないからふわっちから逃げた。あー、逃げたのかな。まあ長く続くもんじゃないし、あのスタイルはやっぱ配信者に戻るんじゃないの。あの俺なんかかっこいいなと思ったよ、全部暴露するって。要は自分の首絞めるわけじゃん。で、囲いも捨てる行為だから、いや配信者に戻るんだと思って、俺はかっこいいロックだなって思ったね、あの枠は。キツネ枠やってたんだけど、パコった相手とか全部暴露してて、リスナーとかも。はい、わこつかわいい、勃起してきた、しごいていいよ、手伝おうか。チャンピンは花火ちゃん出てないと面白くない。テルチャンピ色恋しかしてないから。昔は結構過激系配信者だったんだよ。なんかなんだろう、炎上系配信者だったんだよ。なんだっけ、誰かぶん殴ったりしてたよね。ヒカルくんと喧嘩したんだっけ。なんか結構暴れ回ってたんだよね。ふわちから卒業してキャスで大成功してるのはカズ軍曹だと思う。ああ、まあすごいよね。いや、初っ端ないきなり石川紀之さんとコラボってすごいよな。あれはだからまあ持ってるんだろうな。すごいよね。狭い中でランキングとかあるのはダメだと思います。マンスリーランキングだからね、お金を持ってるのが正義になっちゃったよね。昔は閲覧が多いとスーパースターだったけど、今はマンスリーランキング上位になってる人が羨ましいっていう感じになったよね。なんかルール変わったなって思ったね。なんかこんなに配信界のルール、昔は本当に閲覧が全てで、トークスキルが全てで、リスナーのコメント数が全てでみたいな、すげえシンプルな争いやってたんだけど、なんかルールが複雑化してきたね。かそってるよ。地元では陰キャなんだ。てる陽キャだと思ってた。まあまあ、でも配信始めてるって初期の方から、まあ陰キャ属性だろうな。てるおとなしいもん。全然喋らないよ。カズ軍曹いじめられてんの？ブイブイ言わせてそうだけどね。あー、投げ銭システムなくしてほしいか。俺ね、気持ちちょっとわかる。あの、いただいてる身分であれなんだけど、ありがたいし、もう欠かせないものだし、もううまみを知っちゃったわけじゃん。配信でアイテムいただいて仕事にっていうかさ、飯が食えてるっていう。でもね、ちょっとやっぱりね、なんか昔通用したのが通用しなくなってるなと思って、複雑な気持ちだよ。53号さんの言いたいことはすげえわかるよな。まあ配信者はゴミしかいないよ。
テルのチンコ細くて長いらしい。はあ、おはよう。あー、ちょっとわからないでもないけど、夢が叶ったけど、なんかね、俺だから指輪、これ何百万の指輪なんだよ、リスナーさんにもらったっていうのを、なんかイケてるVIPルームで配信者が自慢してるのを見て、これって俺の知ってる配信会じゃないっていう焦りは感じた。すごい、なんかみどりさんとかの背中を見せてもらったり、力也さんとかえみさんとか香川さんとかゆいがさんとかうな、ねえちゃんまんとかの背中を見てきたわけじゃん。それを見てる、まあ、金梅さんとかよっさんもそうだけど、えって、配信者ってダイヤモンド散りばめられたものをプレゼントしてVIPルームで自慢するような世界だったっけみたいな、なんか複雑だったな。なんかね、あ、俺取り残されてんなと思ったな。あ、禁断の果実か、うん、花火上げたらエロシャメとかエロイプとか増えた。増えたね。複雑だよな。だから真面目にその昔ながらの配信ってもう無理なのかもしんないよね。どうなんだろうな、複雑だよな、こればっかりは。金になってるんだけど、53号さんが言った投げ銭システムなかった頃が楽しかったっていうニュアンスはちょっとわかるね。いや、だからクラシックの人はやっぱふわっちは配信なのかっていう問いはあると思うよ。社会のねゴミくずじゃないとね。あえてまともな配信者、まともな人は配信つけないと思う本当に。で、有名な人ほどやっぱ狂ってるっつうか、まともな人一人もいないよ。やっぱ売れてる人はみんな狂ってるよ。狂ってるから面白いんだもん。昔銀行振り込みだったね。多分なんだけど、投げ銭なくなったとしても、多分かそったとしても配信続けると思うよ多分ね。わかんないけど、バイオリンの人かな、うさこさんは。多分まあやめらんないと思うよ。図らずもいい枠になってるじゃないか。まあ複雑な気分だよねえ、うさこさんいいよね。天山瓶ツイキャスに嫌みったらしく無料のお茶ばかありがとうっていうの嫌いだわ。ほうほうほう、見てないからわかんねえな。キツネでカスは一番辛くない？ね、あの俺がさ、あの結構さ最近言ってるのがさ、閲覧数本当に気にしてないんだよねってよく言ってるの分かる？63号さん、あのね、それもふわっちをやってからで、あのね、長くやってるとは、もう本当の大手は多分辛いんだよ。金梅さんとかよっさんとか閲覧1000切ると吐き気がするって本当に言うの。もうめまいとかするんだって。だけどね、なんかね、俺はね、かそってることよりも最近のテーマなんだけど、本当にリスナーと楽しんでたらそれでいいやっていう感覚、これマジで綺麗事とか抜きで、あのね、かそってても楽しい枠ってあるんだよ。だし、ぶっちゃけた話言うと、閲覧なんて伸びたり減ったりするの腐るほど見てきたの。腐るほど見てきたんだよ。もうスーパースターだったやつが3ヶ月後にもうドカソになったりとか、急に伸びたりとか、結局ね、長くやってるやつだけなんだよ残ってるのって。みんな辞めてくし、稼げなくなったらみんな辞めてくし、だからね、結局ね、続けたやつが生き残ってるだけだと思うよ俺。だから別に閲覧300になろうが、今日300行ったんだけど、300でも50でも変わんない。正直言うと閲覧に対するその幻想っていうのかな、コメント早えなぐらいだよ。楽しかったらね、結構なんか楽しいよ。エロなしで頑張ってる人すごいね。君自身がアイテムなくても楽しめるかどうか。今日枠楽しかったね、すげえ。だって17時間やってるからね今日。だけど収入1000円大花火今日でしょ、さっきアウトレイジさん一発でしょ。収入的に言ったらだから3000円いってないよ。
でも17時間やってるよ。楽しいよ。うん、それでもエセアカは続けてるからね。ツイッチで投げ銭1億いった会社にいた。へえ、すごいね。橋本くん頑張ってるって言うけど、俺ね、これ正直言っていい？橋本くんに対して。プロ配信者だと思ったこと一回もなくて、プロ散歩家でしょあの人。あの人は俺配信者だと認めてなくて、散歩をするプロだと思ってんの。だからあんまりなんか橋本くんがどうのこうのって言われても、ああ歩きのプロの人ねっていう感覚、正直言うと。でもみんなもそう思わない？配信者じゃなくない？あの人なんか歩きのプロっていうかさ、なんか全然違うジャンルだと思ってて、うん、なんか歩く、すげえ歩くなこの人みたいな、うん、歩いてないと配信できないんだろうね。アイテム待って、まあそれは配信じゃないよね。いや雑談で人引けるんだったら家の中で雑談するはずなんだよ、うん、まあでもね、歩きの第一人者ではあるから、まあ、歩けばいいと思うよ。俺は関慎吾さん化け物みたいに面白いじゃん。あの人の枠雑談力も高い、天然でしょ。しかもお母さんがいるでしょ、吉江さんいるでしょ。化け物モンスターだよ。いや俺大物ぶってないって。68号さんマジでマジで。いやあのね、違う、じゃあ男官塾のことに関してあの本音言っていい？68号さん男官塾の本音ちゃんと話すから、ちゃんと受け取ってくれる？フラットに、うん、フラットに聞いてくれるんだったら本音をマジで話すけど、ちゃんと向き合って話すけど、フィルター一回外してくれる？バイアス外してくれるんなら俺は全然話すけど、68号さんどう？男官塾について。オッケー、フラットに聞いてね。俺偉そうにしてないんだよこれね。本気で悩んでることなんだけど、ある意味成功した部分と、ある意味失敗した部分って、ダンカンさんってガチで結構有名な芸能人じゃん。つまんねえよつまんねえよっていうネットの文化わかるんだけどね、ダンカン塾企画は失敗したと俺は思ってる、現時点ではね。現時点では俺も失敗したとは思ってるの。まあまあそれは置いとこう一回、それは認めてるから、うん、課題はたくさんある。でもね、ダンカンさんって有名なわけじゃん。で別に仕事として光栄だし、そのダンカンさんと会えたことも本音で嬉しいんだけど、やっぱりねリスナーから見てうわってなったんだと思うよ。うわって芸能人行っちゃったって。だからそのうわっていうリスナーさんの気持ちが、俺が普通に喋ってることをバイアスがかかっちゃったんだと思うの。っていうかね、あの別にダンカンさんと絡む前から偉そうじゃん俺。69号さんそう思わない？俺ただ単に昔から偉そうなの、それは認める。単純に偉そうなやつなんだよ。ダンカンさんと絡んだから偉そうになったんじゃなくて、もともと偉そうだったっていう風に認めてほしいの。それだったら納得できる。ただダンカンさんと絡んだことによって、あ鼻にかかるなっていう風に見られてるっていうのは感じるかな。それが本音、うん、それが本音ね。あとはもう68号さんがどう見るかだと思う。まあまあそんなところかな。まあだからなんだろう、まあ、ダンカンさんと絡めたっていう嬉しさと、ああなんか嫌な感じに映ってるだろうなって、でもこれ難しいよなっていう葛藤が俺の中にはあるかな、うんうん、いやだからその芸能界の人と配信者をつなぐっていうのが俺のなんだろう、やりたいことだったけど、今となってはどうなんだろうね。やっぱり難しいのかなっていうのは感じてるかな。まだタイミング的に噛み合う段階じゃないのかなっていう。ちょっと早かったかなって。早すぎたっていうか。
ちょっとね、いろいろまあ思うところはあるかな。でももう芸能人の人が来るのは確定だからね。吉本興業も17の CM やりまくってるから、いや俺は配信自体は捨てる気は全くない。ここがメインストリームだと思ってるから。まあ難しいよ。でもそう見られてもしょうがないなっていうそうのは体感であるから、まあ嫌な感じになるよなっていう。芸能人で放送作家を名乗ってるやつがあんなにつまらないと思わなかった。おお。リスナー捨ててとかは別に考えてないけどな。一緒にやってきたっていうか、みんなのおかげでここまで来れたと思ってるけどね。まあみんながダメだと思ったらすぐ廃れるっていうのを分かってるから難しいよ。ダンカンはでもすごいんだと思うよ。見てる側は何とでも言えるけどさ。まあ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 自由じゃないのかな、みんながどう思うのかは。じゃあ逆になんだけど、70号さんね、逆にだよ。70号さん、みどりさんの神回をダンカンさんに見たら多分ダンカンさん失笑すると思うよ。そう思わない？だから結局噛み合わせの問題なんだよこれ。好き嫌いの問題だから。みどりさんがじゃあダンカンさん見てください僕の神回って言って見せた時に爆笑する絵は浮かばないと思う。噛み合わせの問題でしょ。そう思わない？まあそういうもんだと思うよ。あ、俺の方が早いと思う正直。51号さん、配信なんて所詮は一般人なんだから、たけし軍団っぽいことはできないんだよ。まあまあまあ、閉鎖的ではあるよね。でも流れは変わるもんだと思ってるけどね。たけしさんの意向のおかげで作品が評価されて食えてるだけ。だってたけしさんのお弟子さんって1ヶ月200件問い合わせがあるんだぜ。その中で生き残ってて、みんなが世間的に知ってるから俺は普通にすごいと思うけどな。いやあのなんだろう、まあ、ダンカンさん、北郷さん、三松さんね、ディスるけどみんな、普通にすごいって思わない？どうなんだろう。第一線で活躍してるだろう。ある北郷ダンカンで面白いコンテンツ、70号さん、たけしさんの笑っていいと思うの最終回にたけしさんがネタやったの知ってる？70号さん、知ってる？70号さん、タモリさんの前でネタをやったの知ってる？それ。知らないか。知ってる人この中でいる？いないかな。知らないか。まあまあテレビ見ないんだもんな、そもそも。YouTube にあるね。テレビイコール面白いっていうわけじゃない。テレビに出るイコール活躍ではないからな。長く生き残ってる時点ですごい。まあこき下ろすの簡単だからね。
見る側からしたら何巻なんて興味ない人の方が多いんでしょう。まあそうだろうね。まあ、つまらない面白いものを見てください。ふわっちで配信やってないよ、ダンカンさんも北郷さんも。旅配信の途中で深夜の廃墟のラブホに行った時はマジですげえと思った。どこだったっけ、覚えてねえな。まあミーハーはミーハーだからな。はミーハーだよ、昔から。前のサムネ、赤いサムネの方かな。家を取るビジネス？家は取らないよ。家は死んだ時にどの写真が一番いいか家族が選ぶもんだから、縁起悪いじゃん。上から撮ってるやつなんだろう、覚えてねえな。廃墟なんだろう、ちょっとわかんねえな。撮っておきたいな。ああ、だったら撮るよ。40号さんが俺の家に来てくれて、こういう写真撮ってほしいとか言ってくれたら全然撮るよ。写真ってね、あ、お釈迦行く前だったらあれだな、活魚だな、活魚だ、活魚っていう有名なところだね。懐かしいね。そうそう、動画ね、有名だよね。プロフィール欄に書いてありますよ、83号さん。へえ、生前に家撮る人増えてるんだ。まあ写真がね、一般的になったからね、スマホのせいで。はいはい、了解です。インスタグラムの感覚なのかな。まあカメラが、スマホが何がすごいってさ、ほぼ先進国の全人類がカメラを携帯してるってところが俺は革命的だと思ってるね。昔はその一部の特権階級のテレビマンとかさ、写真家とかしかカメラ持ってなかったのに、あとカメラ好きの特定の人、今ね、高画質で超いい動画とか超いい映像とか手軽に撮れるってすごいよね。ああ、怖くはなかったな。ネット中毒になって仕事を辞めました。今は貯金だけで食ってます。この状況を打破するにはどうしたらいいのかな。あー、ネット中毒になって仕事を辞めた。貯金だけで食ってる。この状況を打破しないといけない。なんか、綺麗事を言っていいですか。写真やってるよ、カメラ。44号さん、綺麗事でよかったら言いますけど。
当たり障りない感じがいいか、綺麗事がいいか。綺麗事言っていいっすか。ありがとう、84号さん。44号さん。どうかな。まあ、綺麗事になっちゃうんだけれども、今が良ければ良くないっすか。で、金が尽きた時に強制的に多分あなたは働ける人だと思ってるんですよ。自己肯定してみてもいいんじゃないかなっていう。だってさ、確かにさ、不安はあるけど、自分で決めたことなんだからさ、そうそうそう、人生楽しんだもん勝ちだから。俺ね、金持ちよりもパワーが強いやつもよりも素早いやつよりも人間らしさってニコニコしてるやつだと思ってんの。早いやつとか強いやつとか金持ってるやつでもなんか笑ってるやつが勝ちだと思ってて、で、あなたがさ、ネット楽しいっつって仕事辞めてまでネットにハマってるわけだから、今はネットやりまくって金溶かしてみてもいいんじゃないので、働きゃいいんじゃないの、金なくなったわっつって。なんかまとも、まあ普通のね、幸せもあると思うんだけど、そうそうそう、あなたのね、幸せなことを今やってるわけだから、あなたの人生だから、あなたが楽しいことを追いかければいいと思うよ。で、なんだろう、いい職場、悪い職場、合う職場、合わない職場っていろいろあるけど、仕事が楽しいっていうのに出会ったらまたそれも最高だし、なんか正解とかないと思うよ。なんかねえ、いいんじゃないって俺は思うね。俺は、まあそれくらいしか言えないかな。俺みたいになりたくなかったら、あの、働けばいいじゃん。ほっといたら俺みたいになるよ。で、俺みたいになったらまずいって思ったら働きなよ。ネットでアイテム投げるのは、支援するのは自分の生活に支障ない程度にすればいいだけで。まあそうだね。おはようございます。まあ生き方は自分だけしか決められないから、親も親友も誰も何も、なんて言うんだろう、アドバイスはできるけど決定権はあなたにあると思うよ。いろんなおこがましいやつ、恩着せがましいやつ、おせっかいなやつ、本当に親身になってくれる人とか、いろいろいろんな人がいるけど、決めるのはあなただよ。安直なことかな、わかんない、ネット中毒がどういうことか。捨て頃終わってからアンチになるから待ってて。ああ、じゃあ捨て頃終わるまでは応援するんだ、すげえな。え、捨て頃永遠に続かないかな。90号と今すごくラブリーな感じになれるんだ。みやびさんに感謝だね。みやびが嫌いだから捨て頃まではお前のことを応援すると。すげえな、わかった、責任重大だね。それを借金してまで投げるっておかしいよ。支援されたければその行動をすればいいだけだし。ごめん、ちょっとニンに何言ってるかわかんない。ここで聞くのが大間違い。どれの深夜食堂に聞いた方がいい。ほう、俺に聞きたかったんじゃないの。仕事しながらネット見ればええやん。なんだろうね。でも、まあ、じゃあ44号さんに的確な、みんな長ネット長い人の分かるっていう話するね、今度は。じゃあ逆のアプローチするわ。インターネットは3年で飽きる。分かるでしょこれ。ネット長い人ほど分かるっていうはずの。3年間はくっそ面白いけど、ある引きがつくの。あれって、これどっかで見たやつだって。要はね、2チャンネルの頃に書かれた都市伝説板も YouTube に都市伝説として再アップロードされてるだけで、ネタってそんなにないので、3年でフリーメイソンとか哲学とかオカルトとか、なんだろう、なんかアヌンナキとか、
地動空洞説とかニビル星人とかいろんな哲学とか宗教とか全部見て3年で終わり。そうで3年経ったらもう飽きるから、そんなもんだよ、うん、あ、世の中ってこんな退屈なんだってまた戻るだっけ、すごいね、2日で60万稼いでる風俗嬢、日不動ソロンとかね、そうそうそう、もう俺ら飽きてるもんね、正直ね。3年だよね、3年間はめちゃめちゃすげえ、世の中ってこうなってんだって、すげえ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 ってなるけど、ニビル星人っていうのはもともとその宗教の始まりは、そのまあ荒野もよく言ってたんだけど、ニビル星っていうのがあって、ニビル星人が人間の DNA を操作して金を掘り尽くす奴隷にしましたみたいな、そういうね、あのまあなん都市伝説じゃない、オカルトみたいなのがあって、そう、そうそう、まあ3年もうネットパソコンの前に座ってたらね、もうねネタなんか出てこない。だから今はだから楽しいんだったらネットや3年間どっぷりやればいいよ。4年目は退屈だよ、またこれまたこれって。ウィキペディア面白いよね。あ、ウィキペディアってなんだっけな、ウィキペディアって最終的にどこにたどり着くか知ってる？これすっげえ面白い話なんだけど、ウィキペディアってさ、文字が関連していってどんどんリンクが貼られていくじゃん、わかる？でどのワードから入っても、映画監督から入っても、なんだろう、日中同祖論から入っても、どん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 掘り下げていくと最終的に突き詰まるゴールって哲学なんだって。この話すごくない？うん、ありがとう88号。この話って震えたんだよね俺。最終的にはどんなワードをたどり詰めていってもゴールは哲学に、哲学のウィキペディアで終わるんだって。すごいよね、なんかね、これね鳥肌立ったんだよね、うん、なんかで見たんだよね、うん、ほえーって感じだよね。俺のご先祖ニビル星人にこき使われて金掘ってた、うん、上辺しか知らない人間の語りを聞くわけだよ95号さん専門家の話を聞きたかったら NHK 見た方がいいよ。 NHK なんで見てんの俺の放送上辺しか知らない人が生意気に語るわけです。うん、和道って最近いろんな女生主にただでいいからサムネの写真撮らせてくれって声かけまくってるって頼んだ女生主が暴露してて笑った。その女生主っていうのが誰なのか、なんで具体的に書かれないんだろうね。うん、アメリカは貧困層にネットとマリファナを与えて異世界に逃げ込ませてるらしいよ。違うでしょ、貧困層がネットとマリファナぐらいしか娯楽がないってだけだと思う。逆だと思う、逆説。いや、アメリカっていう国家が仕掛けてるんじゃなくて、貧乏人は金がないからネットとマリファナしかやらないだけだっていうのが俺の分析かな。同じデータがあったとしてもそれをどう読み解くのかがリテラシーだから。うん、おはよう。ネットで楽しいのは YouTube に上がってるステゴロワン、どれに負けたみやびを見るのも楽しい。すげえな、歪んでるな。でもなんかステゴロのすごいところって、負けてるのが楽しいって。格闘技見る人ってさ、普通勝ってる選手の動画見るじゃんネット民のすごいところって負けてるやつを見に行くっていうさ、すごいすごいよね、なんか逆だよね。うん、あ、U ターンね、はいはい。だって U ターンは、だって俺の放送でこの場で言ったんだもん、写真撮ってあげようかって。某女生主じゃなくて俺の枠で言ったことだから。漫画って終わるとき哲学みたいな終わり方するような。和田監督深いね。日本もマリファナ合法化するんでない？あー、まあアメリカが指示を出したり、まあなんだろう、ペーパー渡したら実装するだろうけど、どうなんだろうな。
まあしてもしなくてもあんまり俺には関係ないかなっていう。イケメン、おお、負けっぷりがあれだけダサい負けっぷりはないですからね。まあ俺も負けっぷりひどかったよ。いやー、2の負け方ひどいでしょう。あんだけ息巻いてたのに開始10秒でダウンだからね。和道の話も最終的には哲学にたどり着くからな、ほんと。いや、そんなことないよ。ユータンって和道さんに自分から頼んでたよ。いや、俺が言ったの。サムネ変えたらって。サムネが、なんか、白黒で、なんか、実物と本人に差がありすぎると思ったの、俺は。正直言うと。で、サムネってめちゃくちゃ重要なのよ、配信やる上で。で、あのサムネは不利だなって思ったの。ユータン持ってるものがいいから、トークもできるし。だから、あ、もしよかったら協力するよっていう感じ、うん、俺から声かけたよ。アド監督は脳内麻薬全開だからね。ああ、まあね、でも反動でバットも行くかんね。フワッチン、和道さんに似た女配信者いる、ニューイ。ああ、知らない、ニューイさん。他にも声かけてるでしょ。女ナム主ではないけど、女リスナーさんとか、まあすごい顔整ってる人とか、写真もしよかったら撮るよっていうのは声かけてるね、正直。うん、なんだろう、顔がすごい整ってるリスナーさんとか撮らせてって声かけてる。でもね、ゆうたんとその人2人だけだね。モデルやらせてっていう、モデルやってくんないって言ったの。ワドちゃんに花火でもらった写真待ち受けにしてます。あ、ありがとう。負けんなよ次は。うん、ただでいいから撮らせてくれ。ただでいいから撮らせてくれっていう言い方はしてないけどね。ニューイとワドが似てるとはどういう目をしてるんだ48。いや、わかんないよ、ニューイさん見たことないから。有名な人なの。最近夜寝てるから、なんか夜たまに枠パッて見るとさ、おすすめ欄とか全然知らない人とかが閲覧300とかだからびっくりするんだよね。ダメなのになんで聞くんだよ。ダメなの知っててなんで聞きに行くんだよ。和道監督、和道監督、私の中の悪魔があなたの放送を見ろとうるさいのです。私は見たくないのに悪魔がささやくのです。こいつを見て罵倒しろと。私は怖いのです。私の中の悪魔が。悪魔じゃないんじゃないの、あなた自身でしょ、それは。ワド監督はスピリットはマックスだからスタミナがあれば。いやー、テルは逆のこと言ってた。ワドってお前気づいてないだろうって。昨日テルから LINE が来て、お前本当に勝ちたいのって言われて、いや勝ちたいよっつって、お前じゃあ俺の言うこと聞けるかってテルが言って、あ、聞いてみるわっつったら、お前なって気づいてないだろうって、俺にもテルに、テルにも直樹兄さんにも勝てたんだよお前って。どういうことって、いや負けたじゃんって言ったら、お前分かってねえんだよって、お前の課題はスタミナとハートがないんだよって。だからスタミナは走ればつくからいいけど、お前ねって優しすぎるからだよって、お前さ俺がへばった時とどめ刺さなかったやろっつって、あれ勝てたんやでって、だから喧嘩の仕方教えるわって言ってた。そう、ニューイの枠で、ああ、じゃあニューイって人今度見てみようか。要は殴る気がないんだって言ってたね。うん、そう。ね、男前だよね。だからテクニックなんかいらんって。走って走ってぶっ殺、もう負けたくないと思うんやって言ってたよ。そう、負けたくないっていう気持ちがないんだよって。だからお前いつも判定なんだよって言ってた。うん、勝つ気がねえんだよって。うん。言われた。まあヘタレだかんね。
いね、84号、深いね。スパーで痛いってことは和道さんで初めて聞いたもん。だって痛いんだもん痛いでしょ、殴られたら痛いから。取れね。ワンもツーも逃げてねえわ。空手経験者の人なんだ、ここまで嫌われてるのも感心する。すごい才能だよね。なんか無意識に人のことをイライラさせる能力があるんだろうね。本能でこいつ嫌いだわって思わせる何かが多分子どもの頃から備わってるんだと思う。格闘技をバカにはしてないよ俺。まあ結果が全てだよな、ほんとそれ。みんなはなんか自慢できる結果出したことってなんかある？コメント止まったな嘘だろコメントが止まったどうしたの？ずーっと止まらなかったコメントが。おー悪い悪い何今の。いやいやいや、普通に結果はお前は出してないとか結果が全てとかあんなに息巻いてたのね。いやみんなは自慢できる結果って何残したのって普通に質問したんじゃん。バイトの時間、てめえのことは棚にあげてなんぼ。すごかったね今、ピタッて止まったよねコメント。すげえ面白かった。最高の瞬間だったね。止まって見えただけ、すげえ。
違う違う、コメントがピタッて止まった、なんかごくりみたいなその唾を飲む音とか、なんか臨場感が、なんかスマホは結果出せえからだ、お前は卑怯者だとか、わーって書いてる時にピタッてこう時がなんかザ・ワールドみたいなスタンド、新手のスタンド使いみたいなさ、なんかなんかすげえ面白かった。面白いな今のは。いや小バカにしたとかじゃなくて、その空気を、空気だよ空気。いやいやいや、ひねくれてんのかなひねくれてんだろうね。いや別に上だと思ってないよ。単純にまあどんなすごいことがあるのかなっていう、本当に単純にそれだけ。セゴのせいじゃないよこれは。あ、これタバコの箱を潰してる音。集まってる人はみんな似たり寄ったりだよ。ワンランク上の女と結婚できたこと。あ、ごめんごめん、気に入らないか、この生理的に無理な音ってあるよね。玉の腰に乗れたこと、うんうん、あ、旦那さんがお金持ちなのかな。うんこ製造機の自分と何を比較してんだよ。いやいや、なんか人生に誇りにしてることとか結果って何なんだろうと思って、うん、結果って何なんだろうな。本当に実績あるやつがいるとしたらネットで軽くは言えないだろうな。本当に実績出すような生き方をしてる人って配信見てるのかな。この顔キモい。見てるの。見てるんだ。まあ仕事してるけど、仕事しなくてもなんとか家族で生活できる。おお、家族食わせるのって40万とかかかるからな、うん、15年目で1台バイク作らせてもらえた、すげえ。あ、それはすげえな。あー、バイクのメーカーって言ったら限られてるもん、すごいね。川崎だったら結構震えるかな。川崎、ホンダ、ヤマハ、まあすごいわな。いやー、そう状態で寝れないんだよね。ミックスチャンネルの配信者がふわっちの名前出して今ここにいて花火師。え、どういうこと？カスタム？あー、カスタムか。はいはいはい。毎月給料40万超えたこと。ああ、40万って結構すごいよな。あ、大変だよね、サラリーマンで月収
40万はすげえわ、ふわっと知ったきっかけなんだ、ありがたいね。ほとんどオリジナルと組むカスタムショップ、へえ、あ、知らない世界だな、すげえな。パーツを既製品でフレームから組み上げていくのかな。サイバーエージェント大卒初任給40万、あ、そんなにいいんだサイバーエージェントって、すごいね。藤田さんやるな。主婦の給料合わせると60万超えること、それは別に普通じゃないの。30万だったら共働きで、まあ地方とかだったらすごいか、東京とかだったら全然。某米国の大統領に滅ばしてもらった某米国ってなんすか米国の大統領って某米国っていう言葉初めて聞いたんですけど、嘘ついてません米国ってアメリカのことなんですよ。某米国の大統領ってなんすか100号さん、某米国ってどこっすか昔は月収200万以上あったけど、今命懸けの仕事でまず月収12万前後。ほう、スクラッチで20万円当たった、うわーいいなー。なんかそれは言えない。某米国の大統領ってなんだろうな。某の使い方間違えてるって部下ができて人を育てる立場に入れること、人を育てるのが一番難しいからね、俺には無理だな。人ってすごいよね、言うこと聞かないもん、コントロールできないものだもんね。年収、月収20万超えるぐらいかな。全然ですよ。もう最底辺じゃないの、配信者の中では。もう鼻つまみもんっていうレベルでしょ。ウソップいいじゃん。ウソップ好きだよ俺。ウソップがついた嘘は全部現実になるんだよ。なんと俺は金魚の糞に上陸しちまったのさーっつって。6年だね。ラジオ配信が増える時とない時あるけど、メンタルの問題、あ、いや、メンタル関係してんのかもしれないね、無意識で。結構ね、ラジオ配信ね、喋りやすいんだよね。ラジオの方が喋ってるでしょ。あ、みんなにバカにされてね、嘘つきだーっつって、嘘つきだーって信じてくれる少しだけの仲間がいてね、何年か後に嘘が現実になるって、ウソップ大好きだな。俺メリーゴーのウソップかっこよかったな。ルフィに立てついて、ルフィと喧嘩して、
人を騙して飯の種にしたことがないこと、国や女に寄生して生きていけないこと、最低自分の好きなことができる経済的自由法、結果を出せないことをやる意味が不明、別の路線でやればいい今は命がけの仕事で月収12万前後だけども、その気になれば月収200万ぐらいすぐになれる。順番変えただけでさっきコメント書いてたじゃん。なんで2回書いたの、拾われたコメント。もっとこすってよってこと。さっき軽く拾ったから、いやさっきは200万ぐらい昔は稼いでたけど今12万、え、やりたいことやってるんすね、いいっすねって言ってもらいたかったの。なんで順番変えてもう一回言ったの。73号さん、月収言い方変えただけじゃん。今は命がけの仕事で月収12万前後だけども、損金になれば200万って、それ順番変えただけじゃん。どうしたの、どうしたの、何があったの、どうしたんだろうね。すごいね。何なんだろうお前もこするな言い方変えろや105、私は某米国の大統領に滅ばしてもらったことかな。お前2回全く同じ文面で攻めるな、かっけえわ。分かったわ、もう分かったわ。不良やってたけど疲れたから職人になったとかだろう。多いよな、そんなやつ。あー、半グレか。欲張りだな、2回書いたら面白くなるに決まってるもんね。なん面白いに決まってる、ずりーよな。あー、俺人間ってそんな賢くないと思うよ。賢いと思ってる生き物だと思ってて、本質的にはそんな賢くないと思ってるかな。賢いふりをすることはできる。頭がいいなと思う人ほどなんかこう自分が無知であることを恐れて勉強してる感じがする。愛はどつ、ブラックだから。92号さん、質問いいですか。彼女いる？生まれなければ生きる必要もなかったのに。意味なんかないよ。アホだろ、そんなこと分かってんだよ、なんでブラックなのかって聞いてるんだよ。彼女いるんすか、92号さん。僕アホですよ。ところで話は変わるんですけど、92号さん彼女っていらっしゃるんですか。はい、僕はアホです。どんな彼女なんですか。おはよう。俺大卒だけど中卒の和道より知能指数低いと思うな多分。いやいや、俺 IQ81 だよ。 IQ81 めちゃめちゃギリケン、ギリケン男子だよ。ギリケン男子、子供作らないね。うん、リリーさん呼びたいから和道。あ、いいよ全然外して。俺忘年会すげえ楽しかったから。バイクが彼女だね。92号さん、どんな彼女なんですか。どのサイズのポスターなのか教えてください。
抱き枕ですか、俺の嫁っつって。子供は財産です。すごいね、元行員で長澤まさみに似てる彼女なんだ。元行員で長澤まさみに似てるポスターね。え、ポスターですよね。長澤まさみが銀行の預金は当銀行へみたいな、長澤まさみか銀行のポスターじゃないですか。違うんですか。ドゥフフ、俺の嫁って言ってんでしょ。違うの。長澤まさみの銀行員のポスター違うのかな。俺の嫁めっちゃ綺麗だろっつってんじゃないの。誰か長澤まさみ銀行員のポスターちょっと探してきて、もしかしたら92号のお嫁さんが見つかるかもしれない。あ、この人なんだっつって、男性と女性で平均年収200万変わる、大卒と高卒で200万変わる、大卒で男性ならみんなそれなりの人生歩んでるだろう。まあそうだろうね。いやいやいや、中卒ってダメでしょ、うん、長澤まさみそっくりの銀行員だけど。何、92号さん、俺の彼女は長澤まさみにの行員だけど何。俺バカ、長澤まさみの銀行ポスターググったら出てきた俺の嫁92号さんの部屋に貼ってあるの、パソコンの前に分かった。誕生日おめでとう、ありがとう。ハッピーバースデー。よっさん終始お前のこと褒めてた、忘年会での印象良かったんだ。嘘でしょ。ところでいつ死ぬの。死ん、うーんもう哲学的だなあ、いつ死ぬの。いつ死ぬのかわかんねえから面白いんじゃねえの。わかんねえけど、はい、すいません、サイゼリアしか連れてってないっすねのんちゃんミラノフードリア
デザートとかドリンクいらない、和道さんいらないよって、サラダとか頼もう、いらないよ和道さん、ミラノ風ドリア美味しい俺一番悲しかったのがさ一番悲しかったのが、のんちゃん何食べたい、うんとね中華食べたい和道さん、いいよ中華行こう、バーミヤンでいい、うん、バーミヤンに行ったら注文もう決まった、決まったよ和道さん、ピンポンって押したら、僕天津飯とドリンクバーください、のんちゃん何頼むの、餃子とライス、はっずーと思ってのんちゃん他にも頼む、餃子とライス、餃子とライスください、うわーうわー、これ絶対バイトのバイトでバカにされると思って、うわ俺これをのりこに言わせてるんだと思って、すっげえねちょっと反省した、餃子とライスを言わせた俺は、いやー恥ずかしかった、ちょっと本当に良くないなと思った、いやーもうね俺はね、あー彼女にこれを言わせる男かっていう、いや気使わせたんだよ、だから俺が貧乏だから、いやーちょっとねなんかこうね可愛いけど、うん、レディーにこれを言わせてしまったかっていうね、うん、一応朝は起きてスーツは着れるんだけどハロワに行けない、情けない、ダメな俺、うん、自己否定は良くないよ、うん、いやーでもね俺はそういうのりこがすげー好きなんだよ、うんうん、いやなんかこう本当に食べたいんだよって、うんうん、俺はそういうのりこが大好きなの、おはようございます、今働いてないっすね、あんまり興味ないんですよね、時計が欲しいとか車が欲しいとかタワーマンション住みたいとか、服をまあリーバイス買えたのが俺の自慢だよねあの本当にさ俺子供の頃リーバイス履きたくてさ、中学1年の時さみんなおしゃれしだすじゃん、でエドウィン503じゃんとかさなんか言ってんのよ、ゴーマーリさんってブラッド・ピットが歌ってて、その CM で、いややっぱリーバイスだよねって、エドウィンとリーバイスしかないのよ成田だから、で俺ビッグジョンの七分袖の七分袖っていうの、七分だけのか、七分だけのジーパンだったの俺だけで、めちゃめちゃリーバイス欲しくてボブソン持ってたよ、ボブソンとビッグジョンの、なんで俺七分だけなんだろうと思って、すげえ欲しかった、おはようございます、すげえリーバイス欲しくてさ、俺だからリーバイス変えたのがもうそれだけでいいや、なんか子供の頃中1の頃みんな履いててすげえ欲しかったものが手に入ったから、のりこだってもうニコ生初期から見てるからね、
コメント勢10年ぐらいやってるからね。いやリーバイス履きたかった、すげえ。今ヴィンテージだよ。あ、養分は3年後いないと思う、うん、リーバイス履きたかったよ。え、わかる人いる？なんか俺新宿のリーバイスショップでヴィンテージリーバイス履いた時なんかすげえ感動したもん。夢叶ったわーと思って、あ、俺エドウィンダメ、リーバイス、ね、ツイキャスは俺が変えていくというカズ軍曹はバカですか。カズ軍曹らしくていいんじゃない、高いやつ高いやつ。あ、わかんねえな、サムシングわかんねえな。ヴィンテージいくらだったっけな、2万8000円かな1本を3着と501、1万8000のアメリカ製のヴィンテージ、あ、ヴィンテージじゃないかあれは、全部綿100のやつ持ってるね、4本持ってるね、606を3本と501、1本持ってる。いやーね、もうこれだけで俺お腹いっぱいだよ。いやー、めっちゃいいよ。いやいや、ジーパンに3万円払うのって勇気いるんだぜ。俺3年前だって1食200円だぜ。朝マックに行ってソーセージマフィン2個をニコニコしながら食べて、夜朝は200円なの。だから200円で一番できる贅沢、腹いっぱいになって美味しいのは朝マックのソーセージマフィン2個買うことなの。腹いっぱいになって美味しいから。で、夜700円だから1日の食費、500円で何買うかっていうと、スーパー丸越に行ってその半額のコロッケとか春巻きとか餃子とかを買ってお米炊いてがっつり食うの。ジーパンに、ああ、いや、汚くないよ。新品だから。ああ、のりこに好感持てないか。いやいや、ネットワークビジネスやってた頃はそんな儲かってない。もうほんと、月20万、30万がポンポン入ってくるって感じ。だから今と変わんないよ。遊んで暮らしてる感じ。声優ないね。新宿は丸越ばっかり、声優ないね。和道の好きなタイプなら仕方ないが、見てて気分が落ち込む。え、なんで気分が落ち込むの、どういうことなんだろう。ちょっと もうちょい詳しく知りたいかな。もうちょい詳しく知りたい。いやー、ノスタルジー、そうそうそう、完全にノスタルジーだよ、いや子供の頃欲しかったものを回収してるだけだよ。小学生の時とか中学生の時に欲しかったものを拾って歩いてるだけ。いいじゃん、エピフォンの日本で一番安い5200円で買うレスポールでいいじゃん、なんで気分が落ち込むの、なんでなんで、理由を教えてよ。理由が分かんないと対処しようがないよ。昔欲しかったもの、岡山の時に少し花火投げた中田だよ。中田？誰？いやいや、そういうことじゃなくて、105号さんがなんでそののりこが嫌なのかって話よ。あなたが中田って誰？誰だ？
ったってコテハンの人いた？俺の枠に。え、この中和道リスナー84人で中田っていうコテハンの人知ってる人手挙げて。誰か知ってる人いる？中田？中田？え、知ってるの中田。今撮ってますね。はい、処女作ですね。中田知ってんの？田中はわかるよ俺、うん、のりこ騙してないよ俺。何のりこ騙してるって。何を騙してないよ。何、失礼な。籍を入れない理由、相手の両親とか相手の家族が賛成するわけねえだろお前。ブー太郎だぞお前。花火の映画と生活費の区分けはしてないよ。今は映画の資金はキートスだけ。この写真プロの人が撮ってくれたからね。ちょっとローデータじゃなくて JPEG で糖度上げちゃったからザラついてるけど、今度ローデータもらってもう一回調整かけるけど、やっぱ JPEG 壊れちゃうね、データが。和道さんが可愛い女の配信者に写メ送って DM してるって噂聞いたけど本当？本当？映画監督ですとか YouTuber とか配信業とか言えよ。成人式の写真っぽいな。そう、ローはライトルームで現像しないとちゃんとした写真にならないぞ。まあね、うん、なんで写真送ったらダメなの？過去作品見せてもらいたいんですけど、Amazon で買えますか？過去作品ないっすよ僕。遊びなら切れるから席はいらないね。うん。違うよ、お前らトリックに騙されたらダメだよ。これ19号が送られた配信者なんだよ。だって女配信者が噂流すと思う。可愛い女配信者に写メ送って DM してるって本当ですかって言ってるけど、送られてるでっていうアピールなんだよ19号が。わかる？19号だってこんなのさ、拡散してる女がいるみたいだからねって言ってるけど、本人しかさ持ってない情報じゃん。だから19号は可愛い女配信者なんだよ。分かった？騙されたらダメだよ。6年目だから。うん、そういうことだよ。俺お前嫌いだしネットから消えてほしい。あー、130号さんね、ブロックっていう機能を使うと消せるよ。ブロックっていう機能を使うと消せる。
あんまりちょっかい出すとのりこに刺されるんじゃない。ちょっかい出してないよ。うん。かわいい女配信者誰に送ったかな。誰だったっけな。あいこさん？あ、19号あいこちゃんでしょ。ダメだよあいこちゃん。板場バーかな。あいこちゃんか板場バー。毎日ロードワークやってますよ。どっちだろう。かわいい2人配信者やっぱこの2人かな。バックにヤクザがついてることあんだ。おお、怖っ。猿之助さん俺何回か声かけてもらったことあってイケメンだなと思って顔知ってたんだよ。で配信者なの知らなかったの。有名リスナーさんだと思ってたの。あ、だからあ配信者なんだと思って。そう、猿之助さん何回も会ってるんだよ。結構イベントに頻繁に来てたから。うん、読んだ読んだ、うん、44号さん、それは愛情が隠れてるからだよ。タヌキに猿之助すごいこと書いてありました。へえ。はようう寝たきりになってうざい。今写真の勉強しててただでいいからサムネの写真撮らせてくれませんかが営業トークだよな。営業トーク、うん、寝たきりなう誰が。無言フォロー全然いいですよ。 OK です。猿之助さんモテそうだもんね、うん、まあ、あんまり絡みがないからわかんないかな。布団っていうか枕がやばいね。枕がやばい。これただで写真撮らせてくれませんかって言ってないけどふわっちって稼げないのに頑張るね。まあまあまあ稼げないね。でもいいじゃん、楽しいから。楽しもうぜ。頑張ってないっすよ。遊んでる感じ。なんかマリオカートとかやってる感じですね。ツイキャスやってるよ。ワド監督でやってるよ。捨て頃出る人だよ。いいじゃん、みんな最初はドカソなんだから。時々和道くんをディスる人いるけど、時々人を裏切ったり嘘をつくのは経済的に合理的だからだよ。中国人はほとんどそうなんだ。おお。
俺韓国だよ。俺はコリア。帰化人だから。寝たいんやけど寝ていいの？いいよ。便座まだ治ってない。俺は韓国だから。帰化人だから帰化人。いってらっしゃい。紀元3世紀ぐらいだね。3世紀ぐらいに帰化した。弾丸塾の第2回とかそういう感じではないね。アップロードはされてるよ。韓国の女性社長って誰だろう。ちゃんとしてる。ちゃんとしてるかどうか。ちゃんとしてるってなんだろう。ちゃんとしてる会社ってどういう会社なんだろうな。成田韓国部落あるあるある。まあ、プロっぽく見えないのよ。ほうほうほう。ああ、映像の作りがってこと？うん、でもこれ、まあ、これちょっとガチな話。ちょっとガチな話。あの弾丸塾の会議でただの散歩さんにお力を本気でお願いしたいっていう会議は何回か名前上がったことあるね。弾丸塾が面白くなるにはただの散歩さんにコンサルティングをしていただくしかないんじゃないかっていうのが本気で議題に上がった時はちょっと面白かった。もうここはただの散歩さんにどうにかしていただこうっていう。すごいよね。もうただの散歩さんしかいないっていう。本気で何回か議題に上がったかんね。 DM 送るかどうか、ただの散歩さんなら何とかしてくれるみたいな。あと俺から出したのがちょっとゴロリ呼ぶかっていう。ゴロリに何とかしてもらいますっていう。ゴロリとただの散歩が本気で会議で議題で名前が出てくるんだ。すごいでしょ。まあね、ちゃんまんとセットじゃないとね。いや、そういう会議だから。アドバイザースタッフだからね、なんて言ったって。まあまあ俺にあるんじゃないの。まあ、配信者を絡ませようとした俺のミスだよ完全な。
やってるよ。フラットバードとは何か。気持ちが悪くなるんだ。なんでそれを見に来てるんだ。今下火じゃないんじゃないかな。去年がピークじゃないかな。どうなんだろうね。いやー、わかんないよ。もう配信会目まぐるしいから、実力がある人が生き残って、実力がない人は生き残んないと思うよ。ただそれだけでしょ。自分を信じて頑張るだけです。ミュールいらっしゃい。若い女性リスナーなんか俺の枠にいないから。あー、欠点だよね。わかる。いや、それね、すっすごい何度か考えたことあって、要はね、俺そう、大手になれないのはそれだと思う。すげえ配信のことよくわかってるわ、この人。多分ね、この人配信者なんだと思う。しかも中堅か大手の113号すんで、これリスナーの目線じゃないと思うな。これ多分そこそこやり手の配信者だよ、これ。すげえな、勘だけど、この人はそうだと思う。解放別に絶縁じゃないよ。他人
いや、今落ち目だよ、俺。落ち目。今日なんか近所でツイキャスやってるおっさんいたな。なんか声かけようかなと思ったけど、ツイキャスになんかスマホに向かってめっちゃ喋ってて、画面見たらブルーだったからツイキャスだと思うんだよね。声かければよかったな。ツイキャスですかって。WhatsApp ってアプリなの？いや、でも語り口調がなんか説明口調だったから、なんかコツって感じじゃなくて、なんだろう、カメラが引きだったんだよ。配信者のスマホの持ち方って独特なんだよ。正面に歩きながら据えるから、多分あれ配信だと思うんだけどね。多分常92号353号そもそも信用がないとか、もっと基本的なことなのにそれが分かってないんだよな。キツネ159号3、いやいや、宣言を必ずやらないのが和道流。キツネ141号3、頭良かったら稼いでるだろ、バカだからこのざまわらわら。キツネ48号さん、何でも適当にやればいいじゃない、こっちも適当に見てるし。キツネ165号さん、こいつの放送見てるだけ暇人よ。キツネ126号さん、のりこのおまんこなめたいな。キツネ164号さん、そもそもオレオレ詐欺やって多様な恥ずかしいやつは配信なんかしないよね、ハセミコロン。キツネ166号さん、解放さんとなんかあった。キツネ137号さん、落ちますね、ありがとうございました。キツネ141号さん、忙しい時に配信見るとやつとかいるのか、いたら病気だ。キツネ44号さん、藤沢奈々よりひどんなお構いまいの方がえぐい。キツネ119号さん、寝れへんの。キツネ53号さん、ババア相手にしてるぐらいやからな。寝れないね。キツネ23号さん、マーダやって河原。寝れないんだよ。キツネ141号さん、バカなババア騙すくらいしかできない変質者。キツネ167号さん、頭湧いてる。キツネ23号さん、眠くなってきた。少しね。キツネ89号さん、身体壊すから寝てください。ありがとう。キツネ164号
さんオレオレ詐欺やるようなクズをどう思いますか。キツネ92号さん宣言してやらないのが和道流とかそう思われてる時点で大きくなれるわけがない。キツネ24号さん和軍曹が光をオワコンと言ってブロックしたことについて一言お願いします。キツネ168号さんてめえキモいだよ。キツネ167号さんバカ。キツネ167号さんボケ。キツネ141号さん口だけのやつは何も成し遂げられない。キツネ162号さんタヌキにのりこの本名乗ってたな。キツネ53号さんこれで寝るのか。キツネ23号さん布団の中その中だよ。キツネ48号さん豆タンクレッツゴー。常141号さん口だけで成功したら努力とか下積みなんてないよな。キツネ23号さん寝れるといいね。同じく寝れない人間がここに一人。キツネ89号さん何か眠くなる曲とか聞いてください。曲ではないんだよな結局ね。パターンって倒れるようにもう疲れてガッて落ちるように寝るしかないんだよね。脳を疲れさせて。キツネ107号さんボクシングジム行ってる。ちびくろしゃぶおっさんは行ってるみたいだけど。カズさんのところで習ってるよね。あ、そうだ、今日午後から便所さんの枠でやるって言ってたな。キツネ141号さん無職でひこ こもりじゃ穴疲れねえよな。わらわらわら。コーヒー結構飲んだね。キツネ44号さんコーヒー飲んだ。キツネ23号さんそれすごいわかるわ。無理やり疲れさせるしかない、うん、そう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 、脳をパンクさせる。キツネ53号さん疲れることあるんか。常92号さん旅企画とかシルバー企画とか映画作るからって金集めてパチスロで溶かしたり赤ランドセル買ったりガガミラの買ったりしてる人間がメジャーになれるわけがない。キツネ141号さん赤ランドセルって赤いランドセルか。常169号さん監督おはようございます。おはようございます。キツネ44号さんバッカよ。キツネ170号さんこいつそんなクズなのか。キツネ141号さん44号ありがとう。キツネ171号さんゲームしながらのりこに手こきさせているってマジか。キツネ141号さんクズだよ。キツネ172号さん満喫王の方が面白い。満喫王面白いね。すげえ。あいつには勝てない。キツネ13号さんこいつはクズだよ。満喫王にはもう勝てないよ。顔もいいし喋りもうまいし声もいいし。キツネ170号さんよく乗り込みたいなブスだけるよな。キツネ48号さんソドムの染みたら気持ちよく寝れるよ。
キツネ119号さんお帰り。キツネ51号さんはムヌコサカンソーラマイワンリニコソテレマイソヌ。キツネ11号さんバカなの、寝なきゃいいじゃん www わら多いな。キツネ92号さん見えと欲だけでその日暮らしの物乞い生活してるだけの人間が偉そうに何語っても本気で聞いてるのは人にみたいなおばさん連中だけだよ。キツネ172号さん満喫鬼謝れ。いや満喫鬼は勝てない。キツネ173号さん老人をターゲットにする詐欺師ってどう思う。キツネ162号さん面白い話聞いて。聞く聞く、どうぞ。キツネ44号さんのんちゃんと銭湯で待ち合わせって神田川の世界だよね。キツネ171号さんメガネにあごひげは牛島くんを意識してるのか。してない。キツネ174号さん中途半端なキャラクターではどちらにせよ応援しづらいよ、頑張ってほしい。キツネ172号さん満喫をが一番面白い。いやみんなそう思ってるよ。キツネ175号さん和道そろそろ方向転換せんとマジで過疎で終わるぞ。あー終わるだろうな、なんかそんな感じするよね。やばいよね。まあでももう終わりだなっていうのは去年の去年の半年ぐらい前だから、去年の8月ぐらいにはもう感じてたよ。うん、ああもう終わるなって、8月ぐらいに気づいてて、なんかあとは延命処置してただけだった。キツネ176号さんのんちゃんはどこの沼で捕まえたの。キツネ92号さん175号方向転換って何だよ W、 もう遅いだろ。キツネ169号さんキツオは話うまいけどリスナーの慣れ合いが激しすぎて出会い迷惑になっちゃってるからもったいない。キツネ173号さんのりこお母さんは元気。キツネ177号さんもうお前は死んでいる。キツネ11号さん成仏できないの。キツネ175号さん配信だけやないよ、別の道に行きなよ。キツネ178号さん脱税するのか、ジェダイのクソと同じだな。キツネ107号サンキュー、10月くらいのアレっぷりすごかったね、メンタルの。キツネ44号さんまた落ちたら生活保護をもらえばいい。キツネ88号さん買った加湿器使ってるかな。キツネ162号さんこの前コンビニで1500円の買い物して小銭でちょうど出したつもりだったんだけど店員さんに200円足りませんって言われた www のアンテネ笑。キツネ179号さんお前さ嘘つくなよ。キツネ154号さんもう就職も少ない年だしやばいなわら。キツネ173号さん詐欺師にだけは戻らないでね。キツネ92号さん175号こんなに自分に甘い人間かが、他の道ってどの道だよわら。キツネ175号さんに粉間から見てるけどもう通すぎるよ。キツネ171号さんミュウツウをマジで相手にすれば枠じゃない。キツネ178号さんジェダイ2世。キツネ180号さん無名監督。いやマンキツオ大手だから。キツネ172号さんマンキツオは大手になれる。なれるんだよ大手だから。キツネ176号さん水木しげるガノンちゃんに興味持ってます。キツネ181号さんここのコメント欄はに貴重かよ。キツネ92号さん就職できたとしてもこの人間性は無理だぞ。キツネ179号さんクソが。キツネ11号さんある意味有名監督です。 W キツネ173号さんいつからお前は才能ないのに勘違いしちゃったの。キツネ175号さんキツオは見た目がイケメンなだけやん。
キツネ51号さんすごいこと言っていい。キツネ141号さんお前みたいなゴミが赤ランドセルとか生意気。キツネ177号さんコメント飛ばすな、クソが。キツネ172号さんイケメンで話がうまい満喫を。キツネ48号さんスポロン飲みたい。キツネ173号さん自分に才能あると勘違いしてるお前みたいなのが見てて一番痛い。キツネ141号さんこんなゴミが職場にいたら邪魔でしょうがない。キツネ181号さん人には何号か当てて。キツネ154号さんリスナーも狂ってるなここ。キツネ162号さん面白かったでしょ。キツネ176号さんすべてが幼稚園の頃の俺の肩が上。キツネ175号さん和道はみんなとちょっとずれてると子が良かったんだけどふわっちにして勘違い方向に行った。キツネ141号さん生ポから古事記になっただけのゴミ。キツネ11号さん映画撮るのやめたの。キツネ177号さんハゲ撮るやもしょう。キツネ171号さんマイケル・ジャクソンみたいな赤ジャケットってまだ持ってんの。キツネ173号さん老人からお金は取れるのに映画は取れないのか。キツネ141号さん騙すしか能がない。キツネ11号さん映画も撮れません。キツネ172号さん面白いからみんな満喫を見てみてね。キツネ48号さんバンゲリングベイ。キツネ182号さんじゃあその才能ある大手の満喫王はなんで閲覧度過疎なんだろうな上昇。キツネ141号さん満喫おもろ。キツネ138号さんフラットオーバードーなムールー。キツネ183号さん満喫を最高。キツネ85号さんまだやってるの。キツネ158号さん赤角じゃんきて甲州におい。おっさんが西新宿5丁目付近にいたら即通報されるだろ W。キツネ175号さんてかマジで生き方で配信だけじゃないと思うんだけどな。他に行くのが怖いから行かないだけやろ。キツネ184号さんムカつく顔だな。キツネ44号さん満喫おってすい。キツネ185号さん花火をプレゼントしました。キツネ172号さん満喫を最高。キツネ182号さん満喫をとかゴミだろわら。キツネ169号さん満喫をのリスナーは配信が好きなんじゃなくて出会いが欲しくて行っている。和道に出会いを求める人はおる役ないからここのリスナーは配信が好きなんだろう。キツネ141号さん赤角じゃん悪意んじゃないこいつが悪い。キツネ173号さんリードしこいてワンルームって恥ずかしくないの。キツネ92号さん175号わかってるじゃん。キツネ183号さん満喫を検索矢印フォロー。キツネ85号さんランドセルから出るの。キツネ172号さん満喫をの通知取りました。キツネ158号さんマイケル・ジャクソンみたいな実写版スリラー赤角じゃん中華メーカー来てるだけで頭悪いだろ W。 キツネ67号さんワドさんなんで携帯ブラックなの。キツネ141号さんワンルームなんて物置とか仕事売買使う人いないでしょ。キツネ182号さんドカソは必死だな満喫を無別。キツネ44号さん満喫をって面白いのか。キツネ175号さんお金を稼ぐことが重要じゃないならアイテムって言うなよ。お金やろ。じゃあもうこのやり方はあかんやん。キツネ186号さんこの画像をひっくり返してみたけど変わらないブサイクだった。キツネ173号さんスリラーじゃなくてただのスリだろこいつ。キツネ183号さん満喫を頭に面白い。キツネ172号さん満喫をって面白いね。
キツネ141号さん中華性格じゃんとかださあわらわらわら。キツネ92号さん自分でも心のどこかでわかってるだろ。他のどこ行っても今のままでは通用しないってこと。キツネ162号さん92号多分他に行くのが怖いんだろな。キツネ11号さん携帯ブラック WWW。キツネ35号さん満喫をはフォロバもしてくれからな。キツネ182号さん面白くねえからどかそなんだろわら。キツネ177号さんご隠居がおもろい。キツネ48号さん僕の右手を知りませんか。キツネ154号さん映画どうすんだよ。キツネ172号さん満喫を最高。キツネ141号さん満喫を面白すぎるわら。キツネ183号さん満喫を素晴らしい。キツネ173号さん映画よりのりこ使ってつくづく女もののあぶさつどけよ。キツネ172号さん満喫を満喫を満喫を。キツネ141号さん携帯ブラックとか生きてる価値ない。キツネ177号さんご隠居の囲いぐでたま白雪。キツネ92号さん162号怖いというよりすでに知ってるんだよね。無理だってここに至るまでに散々な目に遭ってるはずだから。キツネ158号さん新大久保のパチモン市場で買った中華メーカーの赤色革ジャン着てマイケル・ジャクソンムーンウォークしてスリラー歩きしてるなんて頭悪すぎ。キツネ175号さん解放を破門したのもリスナーには裏目に出てリスナー減っただけやん。キツネ141号さんバカの極みだよな。キツネ183号さんまあまあ満喫を。キツネ67号さんキツオの枠も所詮はババアのキラコメだらけ大変だな。キツネ172号さん満喫を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 。キツネ92号さん携帯三社ともブラックとかよほどだぞわら。キツネ187号さん横山みどり最強横山みどり横山みどり最強横山みどり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 。キツネ32号さんやはりちゃんまんだな。キツネ183号さんま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 んきつお。キツネ188号さんハモンテ W。キツネ189号さんブラックのソースナイアン準備しなよ。キツネ177号さんご隠居。キツネ44号さんひどんなって本当にオカマじゃなくてオカマを演じてるだけなんじゃないかって思う時がある。キツネ85号さんより目。キツネ171号さん子守歌にする言うて聞いてたらいかんよ。キツネ158号さん新大久保で赤色革ジャン着て小カゴ包み立ち食いしてる姿を目撃談あり。キツネ172号さん満喫をの話術は素晴らしい。キツネ141号さんマジかよ全社ブラックとか信用893よりないってことじゃんわらわらわら。キツネ175号さんすべてのことが裏目に出てるやん。キツネ48号さんダイナマイトキットは永遠に不滅です。キツネ100号さん招き猫をプレゼントしました。キツネ183号さん満喫を動画は無理だがラジオ最高。キツネ173号さんのりこって見た目40歳くらいだけど本当は何歳。キツネ190号さんキツを面白いな。キツネ92号さん自分が配信者として全然いけてないのによく弟子とか言えるよその精神性なんだよ。キツネ141号さん解放最近色気づいてて笑える。キツネ188号さん右の耳のが異様に長いのはなんで。キツネ44号さん49歳。キツネ172号さん満喫をの方が和道より面白い。キツネ183号さん満喫をなぜか好感持てる。キツネ141号さんたぬき寝入り必至。キツネ141号さん満喫をいいよな。キツネ183号さん満喫を嘘つかないバカだから。キツネ172号さん満喫をは人柄も最高。キツネ183号さん満喫をが聞きたい。キツネ141号さん顔がアンバランスすぎてキモい。キツネ191号さん和道が映画を撮ってしまったら和道らしさがなくなる。キツネ183号さん満喫をおおおカムバック。キツネ89号さんそろそろ眠くなってきたかな。
キツネ172号3満喫を配信早くして、キツネ141号3顔に性格の歪みが出ている。キツネ173号3お前のりこでよくぼつつよな、俺なら絶対無理だわわらら。キツネ172号3満喫を面白い。キツネ183号3はどうちゃんも満喫を聞けばいいと思うの。キツネ177号3ご隠居。キツネ192号3はブロック解除されてる。キツネ74号3キちゃんは面白いし、頭の回転は間違いなく速くて性格が良いわね。キツネ193号3満喫を自演やめろ。キツネ194号3満喫を読んで。キツネ162号3のりこの本名を晒してブロックされなかったら本当に寝てるな。キツネ172号3満喫をのフォローお願いします。キツネ89号3自演うざいよ満喫を。キツネ92号3でも今はアンチコメでもしてくれるリスナーがいるから半ば安心してるよ。和道の本当の地獄はこれからアンチコメがなくなってからだから。キツネ141号3満喫を素敵。キツネ183号3満喫をに勇気を出してコメントよろしく。キツネ177号3ご隠居は人を騙して生きてます。キツネ195号3バカのくせにいちいち上から目線な。キツネ172号3満喫をは大手。キツネ183号3満喫を濡れる。キツネ173号3キツネじゃないと5分に1回米があるかどうかだもんな。キツネ196号3こいつはどうしようもないなわら。キツネ48号3気合い入れて好き勝手にかかってこいネクストソングプレシャス。キツネ141号3キツネ以外ではコメントほぼなし。キツネ172号3満喫をはアイテムも上がる。キツネ172号3満喫を天才。キツネ183号3コメントもアイテムを上がる。キツネ197号3ゆいが見てみろアンチ排除するから立ち見でなくなってるからな。キツネ89号3新種いびき聞こえる。キツネ44号3いびき。キツネ141号3満喫をはキツネ以外でもコメントたくさん。キツネ74号3通常枠はマジに込めないわよねわらわらわら。キツネ183号3満喫をは癒し。キツネ141号3ゆいがなんかコメントする価値もない。キツネ172号3満喫を満喫を満喫を。キツネ92号3こうやって時々キツネにして自分に反応してくれる人間がいることを確認して安心してるんだよね。キツネ183号3満喫を日本の宝。キツネ48号3ワトソンくん。キツネ183号3満喫を国民の弟。キツネ141号3エセアカなんかコメント欄毎回真っ白わらわら。キツネ89号3もう寝たから。キツネ173号3こいつとユイガの共通点は人を平気で騙すとこ。キツネ198号3寝てるのさらへ。キツネ191号3ユイガは設定がなくなったので終わり。キツネ183号3もっと満喫を言わせて。キツネ199号3こいつはなぜふわっちか。キツネ枠じゃなきゃコメントないからベラ力ないからな。キツネ200号3ワドさんの寝息でおなする。キツネ172号3和道も満喫を見習え。キツネ44号3軍曹は3人こけししたのか。キツネ201号3自分で監督だと。キツネ141号3ユイガもコメントしてるやつほぼいない。キツネ190号3キツオは通常枠のが米多いけどワド枠は米数分に1米わらわらわら。キツネ183号3はどうちゃん満喫をともっと触れ合ってあげて。キツネ172号3満喫を最高。キツネ162号3満喫を人生の母。キツネ173号3こいつ米の返しが究極につまらんから仕方ない。キツネ141号3こいつの通常枠1時間に1米わらわら。
キツネ183号3万キツオ人生の指針。キツネ89号3、183号はキツオのことしか言わねえな。キツネ74号3、嫌われ者は落ちるだけ笑。キツネ172号3万キツオ、米返しうまい。キツネ197号3、ヒゲせいやしてるやつは基本怪しい。森和軍曹前沢社長和道。キツネ44号3、段ハゲ全くコメントしても意味ない。キツネ141号3万キツオは米返しもうまいし、アンチ米もさばく。キツネ48号3、おなって、おなってにゃんにゃろめい。キツネ198号3、顔が無理、同じの、無理無理。キツネ202号3、センチメートルミリリットル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 。キツネ183号3は道さんのセクシー配信も好きだけど、キツネ173号3、こいつは米が少なすぎて10分前の米をもう1回拾うからな。キツネ183号3万キツオナンバーワン。キツネ89号3、センチメートル先輩来た。キツネ202号3、センチメートルミリリットル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 。キツネ172号3万キツオはセクスもうまい。キツネ35号3のだてるうぜえぞ。キツネ74号3、ハゲハゲハゲマジにキモいんですけど、ワドワラワラワラ。キツネ141号3、オワコン配信者1位エセアカ、2位ユイガ、3位カズミチ。キツネ177号3、コンチハ、ワッタンこと小玉渡るです。キツネ48号3、やったー。キツネ202号3、センチメートルミリリットル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 、センチメートル、センチメートルミリリッ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 トル、センチメートル、センチメートルミリリッ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 トル。
キツネ141号さん、ユイガはコメントする価値もない、エセアカは枠開く価値もない、キツネ35号さん、いい加減に白のだてる、キツネ204号さん、前田敦夫さん、こんにちは、キツネ177号さん、南無阿弥陀仏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 、キツネ183号さん、満喫をフォーエバー、キツネ173号さん、閲覧が増えるキツネで70人で www、 さすが普段閲覧30人の過疎配信者、キツネ35号さん、キツをもしつけえぞ、キツネ89号さん、キツをしつけえ、キツネ203号さん、のだてるってぶっさい粘着じじいだろ、キツネ141号さん、35号は和道、キツネ177号さん、うるせえだよ35号、キツネ89号さん、キツオだから嫌い、キツネ205号さん、てめえが偽物だろ、キツネ205号さん、きめえ、キツネ183号さん、キツオは嫌いにならないで、キツネ206号さん、鳴かず飛ばずの過疎配信者が、キツネ32号さん、進展の、キツネ207号さん、まだ起きてうのか、キツネ173号さん、何で詐欺師を NG ワードに設定してるの、キツネ207号さん、のんちゃんより解放も付き合いな、キツネ141号さん、さっき、し、キツネ208号さん、ワドはプチプラの頃から放送を見てるけど、その時より印象は良くなった、一昨年あたりなぜかアイドルのような扱いになったけど、一瞬で、あ、捨て頃か、今はありのままいるって感じでらしくて好きだ、キツネ141号さん、だます、キツネ209号さん、配信休止詐欺やってから一気に閲覧減ったな、キツネ206号さん、寄り目すぎなんだよお前、キツネ173号さん、オレオレ詐欺した時どんな気持ちだった、キツネ141号さん、詐欺しかできないゴミ、キツネ203号さん、詐欺師、キツネ207号さん、オレオレ詐欺師、キツネ203号さん、詐欺師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 、キツネ210号さん、金映え、キツネ48号さん、割れ目にガイルのソニックブーム、キツネ207号さん、オレオレ詐欺インシ NG やん、キツネ141号さん、決めれば、キツネ211号さん、昨日のりこ抱いたの、キツネ173号さん、オレオレ詐欺したとき心が痛まなかったの、キツネ203号さん、こいつにアイテム投げるバカ恋も詐欺師、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 キツネ89号さん、みんな言いたいこと終わったの、キツネ100号さん、ジャックナイフユートの弟子ですよこの方は、
キツネ211号さん洗ってないのりこのアワビペロペロしたの。キツネ35号さんキツ音のダテルが消えたから静かになった。キツネ74号さん詐欺師。キツネ193号さんバーガーを5個プレゼントしました。つね173号さんのりこってガチで孫がいてもおかしくない見た目だよなわら。きつね183号さん満喫をそれはあい。きつね92号さん和道にアイテム投げてる連中はおおむね国から援助受けててやましい思いをこいつを応援することで解消しようとしてるドラマ。きつね35号さんまだおったんかい。きつね100号さんジャックナイフ言うと。キツネ89号さんキツ押しつけえよ。キツネ100号さんジャックナイフ言うとの弟子ワド監督。キツネ89号さんキツをこれ以上は嫌われるからやめい。キツネ212号さん花火禁止枠ですか。キツネ74号さん詐欺師ワド派お年寄りから金銭搾取の最低枠主。キツネ141号さん旧牧師もかそってきたな。キツネ173号さんトイレと風呂がくっついてる貧乏学生みたいなワンルームに住んでて恥ずかしくないの。キツネ48号さんエイナルからエイナルへ。キツネ213号さん読み上げを子守歌にするってか。クソジェダイの真似事か。キツネ214号さんワド消えろ。キツネ100号さんジャックナイフ言うと万歳。キツネ100号さんジャックナイフ言うと万歳。キツネ171号さんそろそろ働け高光。キツネ215号さんユートのティーバッグをプレゼントしました。キツネ141号さんワンルームとか仮住まいとか金ない留学生とか物置仕事部屋以外に使う人いないよね。キツネ74号さん格好をつけても全く格好よく見えない挙動不審なワドワラ。キツネ213号さんツイッターのためアカウント注意ってどういうこと。よりめちゃん。キツネ213号さんにせか。キツネ141号さん本物のアカウントの方が危険。キツネ216号さんなんだこのうさんくさい顔は。キツネ213号さんこいつのファッションセンスがマジでウケるよなわらわらわら。
キツネ92号さん、こいつはまだ配信者が少なかった頃に配信初めて KZ として炎上したからそこそこの知名度得て大手みたいな顔してるけど、配信者が増えてしまえばこの程度。キツネ74号さん、キツネやればやるほどキャスも閲覧下がる、わらわらわら。キツネ141号さん、いやこいつそんなに知名度ないよ、エセア開花だよ。キツネ217号さん、映画。キツネ216号さん、こいつロハコと絡んだやつやろ、KM。キツネ141号さん、こいつ知ってるの、泥水界隈とか暗黒界隈だけ。キツネ213号さん、なんで宣材写真みたいなのに寄り目してんの、真面目に写真者レヨバー河原。キツネ48号さん、寄り目による寄り目のためのストリーム。キツネ89号さん、そろそろ静かに寝かせてあげようか。キツネ210号さん、エルマル。キツネ183号さんは、どうちゃん園長。キツネ213号さん、真面目な写真で寄り目は良くないよ、小学生じゃあるまいし。キツネ141号さん、キモすぎ。キツネ217号さん、アンチコメで閲覧伸びた。キツネ213号さん、飽きたわ。キツネ92号さん、カズミチの本当の地獄はアンチに飽きられてからのち。キツネ89号さん、そろそろみんなもネタ尽きた。キツネ141号さん、飽きた。キツネ89号さん、寝かせてあげようか。キツネ92号さん、今まで前借りしていた人生のツケを40前ぐらいからこいつは払っていかなくてはならない。
キツネ141号さん楽死体がために他人を苦しめ一切救済しなかったつけだな。常141号さん次の人生でも支払っていくことになるだろう。キツネ219号さん大丈夫さのりこの資産が最終的にまとめて払ってくれる。キツネ92号さん安易に他人に寄生して楽に生きてきたつけな。キツネ48号さん月下乱症。キツネ220号さん平成の次は三尾だよ。キツネ92号さん経済的には不自由だが怠惰な人生を選んだつけ。常141号さん三尾イコール構成。キツネ220号さん行っちゃった。キツネ172号さん万キツオのフォロー皆さんよろしくお願いします。常に120号さん未来の2024年から来ました。キツネ89号さんキツを嫌いだったけど大嫌いになっちゃった。キツネ172号さん万キツオは本当に面白いです。キツネ141号さんいらっしゃい、そしてさよなら。キツネ48号さんバンゲリングベイ。キツネ221号さん万キツオ面白いよね。キツネ221号さん万キツオフォローします。キツネ89号さんワドさんお疲れ様でした。キツネ172号さんトークの魔術師万キツオ。キツネ172号さん天才ラジオ配信者万吉を。キツネ48号さんバンゲリングベイエイナルからエイナルへ。キツネ89号さん自演に痛い。キツネ172号さん皆さん万吉をのフォローよろしくお願いします。キツネ183号さん最後の砦万吉を。